ローソンの丸ごとバナナ美味しいね。たまかみちゃんですよ。いつも動画の絵的に何かを食べながら話してたんですけど、何を思ったか今日は撮影の直前にスイーツを食べてしまいました。ので今日は普通にお茶でもいただきながら。今日マジ15時間ぐらい寝ました。やばすぎ。はい、というわけで本日の本題ですが、あ、お菓子あったか、お菓子食べよう。私いつも動画でさ、もう何回言ったかわかんないけど、自分を見直しましょうねって、もうもはやそれしか言わないレベルで言ってるじゃないですか。自分がメンヘラ化してるのも何か自分の人生の不満足から来ているのかもしれないし、自分の行動の原因を理解するためにまずは自分を振り返りましょうねと。自分がなぜその行動思考をしているのか、自分は何を望んでいるのか、そういう現状の自分の考え方って、もしかしたら過去に辛い経験をしたことが原因でそれに執着してたりとか、不安とか恐怖を抱えているケースもあるから、まずはそれを見つけて自分を癒してあげましょうと、みたいなのがもう仮眠教の中心の教えなわけですわ。でね、それを実践してくれた方々からよく相談をいただくんだけど、自分を見つめ直せば直すほど自分が嫌いになってしまいますみたいな、過去を振り返れば振り返るほど絶望してしまって辛いですとか、仮眠ちゃんは自分を見直すのが辛くなかったですかっていう質問をもうしょっちゅういただいてたのね。でも私自身あんまり辛かった記憶ってなくて、何が違うのかなってずっと考えてたんだけど、一つ、あ、これかもしれないっていうものがあったので、今日はそれについてシェアハピしたいと思います。そもそもね、自分を見つめ直しましょうには大事な前提がありまして、それは今を境目に魅力的な自分に変わるんだっていうこと。そのための革命を今起こそうとしているっていうことなのよ。どういうことって思うかもしれんけど、そもそもね、自分を何のために見つめ直すのかというと、今の自分というものを理解するために見つめ直すんですよ。過去これこれこうなって、こんな風に育って、こんな経験をしてきたから、それによってこうなりましたっていう現状を理解するためにね。じゃあそれはなんでやるのかというと、今の自分がなんでそうなったのかを理解することによって、じゃあ今後はどうしていけばいいのか、こんな風になりたいと思う姿、考え方になるためにどう考えたら自分は納得できるのかとか、どの部分を癒してあげたら楽になるのかとか、それを見つけるためなのよね。これって前提、視点は未来に向かっているわけよ。全ては未来の自分を魅力的にするため、今の自分を救って未来もっと幸せに生きられるようになるために、そのための作業を今しているに過ぎないのよね。ただよ、この視点が未来に向かいきれてなくて現状でとどまってしまっている場合、過去を振り返って嫌なことを思い出したりとか、あ、このせいで今の自分はこうなってるんだって振り返れば振り返るほど、今の自分の実態がどんどん浮かび上がってきて、なんならなんとなく問題があるかもしれない自分だったものが、明らかに問題がある自分みたいに具体的になっていくっていう、それは嫌になっちゃうよねっていうね。でもそれをしてるのはまずなんでなんですかと、過去を振り返るのは嘆くためでも自分をいじめるためでもなくて、じゃあどうしたらよいかという未来につなげるためなのよ。この確実に自分を変えるぞ、救うぞっていうゴールを見てないと、ただ傷をえぐるだけになってしまうと思うのよね。まずはこの未来は絶対変わる、変えるっていう、ここを信じる、決心するところから始めないと、ただただ現状の自分の問題と過去の辛いことばっかり見て、未来が変わるとも内心思い切れてないから、ただただ絶望しちゃうのよね。そうではなくて、全ては未来の自分を魅力的にするための道作りとしてやっているっていう視点を常にそっちに置くこと、これが意外と大きな違いなんじゃないかと思うのよね。というのも、最初その私はあんまり辛かった記憶がなかったって言ったけど、もちろんね、その思い出した記憶自体が辛い、あ、この時すごい嫌な気持ちしたなとか、今思い返してもムカつくわとか、そういうことは全然あったんだけど、そうやって分析をして今の自分の問題とかその原因が明らかになっていくこと自体に辛さはなかったのよね。なぜかというと、それは分かれば分かるほど私が視点を向けている未来のなりたい自分への向かい方が分かってきたということだし、それはつまりそのなりたい自分にどんどん近づいている、前進しているっていうことでもあるわけだから、気づ気があればあるほど、あ、ここも考え方を変えるなり、行動を変えるなり、変え方がわからないなら勉強するなりすることで、またどんどん魅力的になっちゃうわっていうむしろ嬉しいことだったのよね。自分を振り返って自分を明確にしていけることが、意外とこの違いって大きいんじゃないかなって思います。これってさ、多分すごく根本の考え方みたいな話になるんだけど、私もね、昔と今ですごく変わったなって思う部分があって、未来はこうなる、こうすると先に信じて、ついてはそのために今からの行動を変えていこう、今から次第で未来はどうにでもなるのだと感覚的に考えられる人と、今もしくは過去の自分から推測して未来はこうなるだろうとか、自分にできることはこのくらいだろう、これはできないだろうとかを先んじて考えてしまう人がいると思うのね。私は過去後者だったし、自然になんとなく生きてると後者的な人が多いんじゃないかなって勝手に思ってるんだけど、そういう過去から現在
ついては未来こうなるだろうっていう考え方をしてると、今の自分がたやすく想像できること以外はできないんじゃないかって思ってしまうし、それこそ自分は変われないんじゃないかと思って絶望しちゃうみたいなことが起こりやすいと思うのよね。でも実際は自分の頭で想定できることなんてたかが知れてて、それだけを信用してなんかまるで未来が予想できた気になるのってアホだと私は思うのよ。例えば私は SNS を始めた時どのぐらい伸びていけるかなとか、どのぐらいで事務所に入れるかなとか、めちゃくちゃ想定したわけ。まあもちろんね、そうビジネスみたいなものはさ、想定対策しておくに越したことはないんだけど、でも実際は思ってたより何倍も早く事務所から声をかけられたりとか、収益化したりとか、全然予想をはるかに超えることが起こるわけだ。本を出すのだってまだまだ時間かかると思ってたしね。でもそういう未来を引き寄せるためには、まずもって未来を先に決定しちゃうこと、私はこうなりますと、そこをまず信じる。でそのためにはついてはやらないといけないことがあるよねっていうことを今からやっていく。できるかな、無理かな、今の自分から考えると、じゃなくて、そうする、そうなるまで今から歩いていく、この感覚って、まあ自分の成長とか振り返りだけじゃなくて、人生のあらゆる場面で大切な考え方なんじゃないかなと思いますね。そればかしはそういう考え方があるんだっていうことを知って意識していくしかないと思ってるから、もし自分の現状から推測して未来を憂いちゃいがちな人、今の自分に失望してしまいがちな人は、まずはもう未来に先に目を向けるっていうことを意識してみるといいんじゃないかなって思いますね。はい、という本日のお説法でございました。ぜひ聞いたことを自分なりの言葉でね、アウトプットすることでよりちゃんとインプットされますから、所感等々コメントに書いていってください。加えて、いやいや神ちゃんこの場合はどうなんですかとか、なんかあったらそれもコメントに書いていただけますと動画の参考にもなりますので、よろしくお願いします。では本日も皆様いい睡眠を。じゃあおやすみー。